はい、皆さんこんばんは、生命機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はですね、またレバニラ炒め作りました。レバニラ炒めね、レバー時々こう定期的に体のために食べたいんで、またレバニラと、でもう一品はね、さすがに2品は作ってられないんで、ファミマさんのエビチリをつけました。今日はこんな感じで中華晩酌っていうことでね、やっていきたいと思います。では早速飲み物から。飲み物はいつものアサヒさんのドライゼロノンアルです。ノンアルにちょっとね、ノンアルちょっと開けてね、シュワシュワっと注いで、ここに焼酎、中身大五郎焼酎を入れてね、ノンアルに焼酎を入れて、あ、見えてない、見切れてましたね今。これでいただいていきたいと思います。軽くかき混ぜて、こんな感じですね。シュワシュワね、今日もシュワシュワですよ。では今日も皆さん一日お疲れ様でした。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。今日のお酒も美味しいっすよ。じゃあおかわり作って、ね、カロリーね、ノンアルはカロリーゼロなんで、蒸留酒、焼酎もね、糖質が入ってないんでね、体にいいと思います。まあ本物のビールの方がね、美味しいには美味しいんですけども、ビールはまたプリン体も入ってますからね。ちょっと体のことを考えると、これでまあね、妥協していつも飲んでます。はい、ではまず1品目はレバニラ炒め、これ作りました。こんな感じで豚のレバーね、これクックパッドさんの方に私レシピこれあげてるんで、動画の紹介欄の方にレシピのリンク貼っておきたいと思います。もし動画見て美味しそうだなと思ったら作って食べてみてください。結構ね、レバーいっぱい、レバーいっぱいっても 100g ちょいぐらいしか入ってないというか使ってないんですけどもね。でもお店屋さんで頼んだらこんなにレバー入ってないっすよね、多分レバニラ頼んでも。これレバーも安いっすからね。で、ラー油、ちょっとね、ラー油をこう垂らして食べるの好きなんで、よいしょ、これでいただきたいと思います。レバーはね、脂肪分あまりなくて、レバーも割とヘルシーな食材なんで、よいしょ、中からもやしとニラを引っ張り出してね、こんな感じで、おネギと、あとレバーね、これを乗っけて、これでいただきたいと思います。こんな感じでね、野菜もこれね、レバニラ、これもやしね、昨日に引き続きこれももやし賞味期限切れてたんで、それもあってね、使っちゃおうと思って、今日レバニラになりました。でいただきます。富士山。ピンポ。あ、来ました。富士山、こんな感じで赤富士、綺麗な赤富士です。ではシュワシュワでね、いただきます。やっぱね、レバニラにね、ラー油かけるとね、ラー油がこうピリッとしてね、味が引き締まって美味しいんでね、ぜひ試してね、皆さんもちょっとね、試してみてほしいと思います。
ではお次はいつもの野菜サラダ。野菜サラダ、今日はね買い物行ってトマトを買ってきました。また熊本県産のね、あのくまモンのトマトまた売ってたんで買ってきました。では利権さんの癖になるうま塩ドレッシング、これを軽くかけて、ではお次はいつものエバラさんの玉ねぎのタレ、これも少しかけてね。よいしょ、このくらいかな。でコーンがね、手つけたのあるんでコーンも乗せました。で今日のサラダチキンは生協さんのバジルのサラダチキンを使ってます。では早速、まあ、トマトからいきましょうかね。トマトね、安いトマトなかなかなくて、うん、最近お勤め品とかのトマトになかなか当たんなくなっちゃいましてね、なるべく安いトマトね探して買ってんですけども、いやートマトはやっぱ高いっすよね。よいしょ、ではサラダいただきます。あ、結構サラダチキンのバジル、結構バジルの香りしますね、このサラダチキンのバジル。うん、あ、落ちちゃう。ちょっとコーンも一緒に食べたいんで、コーンも乗っけてね。コーンも甘くて美味しい。よいしょ、じゃあこれもシュワシュワでね、シュワシュワでいきたいと思います。おお、おかわり作って、よいしょ、これで軽くかき混ぜて置いときたいと思います。ではお次はこれいっちゃおうかな、日本酒。ジョッパリのこのペットボトル買ってきました。900ml 入ってますね。これでいってみたいと思います。ジョッパリ、青森県の地酒、弘前市のね、見えるかな、六花酒造さんっていうところ、青森県弘前市の地酒になります。津軽ジョッパリって書いてありますね。これでね、今日日本酒に合わせるようなねつまみがないんで、もうこれ単体で、よいしょね、まだ封開けてないんでね、今開けてこれを単体でいただいていきたいと思います。うちの動画だとジョッパリしょっちゅう出てくるんでね、よっ、これジョッパリいろいろねありますけども、あれなのかな、缶のジョッパリとかと同じなのかな、でもあんまり色づきはしてない感じしますけども、じゃあちょっといただいてみます。うん、なんかあれですね、なんか味違う気しますけどね、冷やしてないからかな、ちょっといつも飲んでるジョッパリとは若干味違う気がしますね。うん、甘みがほとんどあんまり感じないですね。結構辛口な感じの味します。うん、いつも買ってくる瓶とか缶とかって買ってくるジョッパリの味となんかちょっと違う感じしますね。うん、でもまあ飲みやすい日本酒ですよ。うん、
ではじゃあお次はこれいこうかな。これイオカンだったかな、うん、イオカン発作じゃないのイオカンだったと思います。安かったんで買ってきました。ちょっとね皮むけばいいんでしょうけどもめんどくさかったんでこれでいただきます。うん、うんうんうん、そんなに酸っぱくないですね。うんうんうん、でよいしょ、今週はウイスキージンビーム買ってきました。久しぶりにねあのバーボン飲みたかったんでジンビーム、これでいってみたいと思います。まだ封開けてないんでね、よいしょ、これちゃんとね今封開けるところですからね、本当にこれウイスキーですからね、麦茶とか入れてウイスキーとか言ってるわけじゃないんでね、これよいしょね、開きました。あーでちょっとね氷まだ用意してなかった、氷を用意してなかったんでちょっと氷を用意して、でジンビームロックでいきたいと思います。おーいいですね、いい音します。では久しぶりにねジンビームいただきます。この華やかなちょっとセミダインシューな感じがやっぱりジンビームですね。うん、甘い香りはそんなにないですね。うん、甘い香りがするっていう感じじゃないですね。やっぱりジャックダニエルまではいかないですけども、まあほのかにセミダインシューがあってこう香りも良くてっていう感じですよね。うん、スパイシーっていう感じなんですかね。結構やっぱりバーボンのこの香りは私好きなんで美味しいです。ではお次はこちらタバスコ。タバスコをねこのエビチリにちょっとこうかけてね、ちょっとたっぷりめにね、辛い方が私好きなんで、でこれでいただきたいと思います。よいしょ、エビチリ、わあタバスコの香りが結構しますね。こちらのエビチリはファミマさんの、お母さん食堂の、旨辛ソースのプリプリエビチリということで、これで一袋あたり174キロカロリー、そんなにカロリー高くないですねこれも。うん、これもねカロリー気にしてる方の、晩酌のおつまみにいいと思います。もうねとにかくね、商品見るときはまずカロリーから見てるんだ私、ね、とりあえず手に取ってカロリーチェックして、でこうもうカロリー高いものはもう却下って感じでね、いつも買い物してるんでね。こちらはそんなにね、これもねフリッターになってるんですけどもね、衣ついてるんですけども、そんなにねカロリー高くないんでおすすめしますよ。これも美味しいですしね。ではいただきます。うん、タレよく絡まして、うんうん、あーやっぱり、うん、タバスコかけて食べるの方がこのピリ辛な感じが余計に増して美味しいですよ。うん、ではねシュワシュワでちょっとニンニクとかも効いてんのかな、やっぱ美味しいですねこれ。うん、ではじゃあレバニラもう一回ねいただきたいと思います。レバニラ、おーこんな感じですね、ピントが合ってない、あーピント来ましたかね。ではちょっと野菜をこの辺から、おネギもしっかりあれしてね乗っけて、でレバーね、よいしょ、
どうでしょう、野菜ともやしとネギとニラとあとしめじも入ってるんですけどもね、こんな感じでいただきます。レバーがもっちりして美味しいですよ。では今日のところはね、晩酌動画の方はこの辺で締めさせていただきたいと思います。あとはまあ動画かアニメかなんか見ながら晩酌までね、ゆっくり続きしていきたいと思います。今日は何見ようかな、特にね何見ようって決めてないんですけども、まあ何かしらね見ながら晩酌続きやっていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また朝ね動画アップしたいと思いますんでよろしくお願いします。じゃあこれ飲んでね、じゃあまた明日ねよろしくお願いします。